新州大谷派、新州大谷派は、浄土新州の宗派の一つで、宗教法人法による、宗教法人、包括宗教法人である。阿弥陀如来一物を本尊とし、親蘭を宗祖とする。大谷派の根本道場である、新州本廟、通称、東本願寺を、所属するすべての寺院及び、教会の本山とする。二千十四年十二月十一日現在の、 非法括宗教団体数は8705、大派、お東の通称がある。宗教法人の事務所は、新州大谷派宗務所と称し、京都市下京区、唐間通り7条上るとこ派町754番地に置く。法人の代表役員は、宗務総長が務める。大谷派に属する僧侶及び、門徒の首位にある、門首の地位、宗務に関する行為については、 門首の節を参照のこと。浄土新宗系の教団で結成する、新州教団連合に加盟し、加盟団体と相互の連絡、提携を取る。また同連合の事務総局は2年ごとに移管し、新州大谷派衆務所と浄土新宗本願寺派衆務所が担当する。宗派名は、浄土新衆本願寺派との区別の便宜上、大谷派は、お東、本願寺派は、 おにしと、通称される。同様に、本山の通称である、東本願寺を、宗派名の意で用いる場合もある。ただし、東本願寺を用いるのは、東京の浅草旧浅草本願寺である。新州大谷派は、本願寺を解散させたため、東本願寺ではなく、新州本廟としている。宗教法人としての規則は、宗教法人、新州大谷派規則である。 同規則第3条に、新州大屋派の最高規定は、新州大屋派、胸のり、以下、胸のりとしている。また、胸のり第5条において、胸のりを最高規範と定めている。ホームページは、胸のりに定められている事項を中心にようやく引用し、記述する。本願寺教団の成立から、本願寺の東西分立による、 本願寺教団分裂までの歴史の詳細は、本願寺の歴史を参照。明治14年、1881年6月25日、公式の宗派名を、新宗王や派と定める。当時の保守は、第21代現状。明治16年、1883年9月、大谷恥法を制定する。保守が、元山本願寺の住職と、 新州大屋派共同職の官庁を務めることが定まる。昭和37年、1962年7月、同法会運動発足。当時の州務総長は、ルベノ信夫。昭和44年、1969年4月、第24代保守選挙戦所が、私が兼務している保守本願自住職、官庁のうち、官庁職だけを、 長男校昇進門に譲ると発表した改新事件を定期に協議解釈や宗派運営の方針、財産問題等をめぐり、大谷家と改革派が主導する新州、大谷派内局とが対立する。詳細は、お東騒動を参照。昭和56年、1981年6月11日、新、新州大谷派、胸乗り、新し胸乗り発布。 胸塗り改正に伴い、保守を廃止して、門首を新たに設け、本願寺住職及び、官庁の役職を廃止した。昭和62年、1987年12月、内局、州務総長及び三務で組織される。は、宗教法人法に基づいて、宗教法人本願寺を解散の登記を行い、宗教法人新州王や派に、九州合併する。 当時の保守は第二十四代保守戦所。合併により、新州大屋派の本山としての礼拝施設となり、正式名称を新州本廟と変更する。また、東本願寺の通称も公式に併用している。本願寺の正式名称は、工藤実情弥陀本願寺。以下は、新州大屋派から、離脱、独立した宗派で、これらは別の宗教法人。 宗教団体である。胸のり第二条に、本派は、中祖神蘭聖人の立教階層の精神に則り、教法を宣布し、儀式を執行し、その他教家に必要な事業を行い、もって、同法社会を実現することを目的とする。と定める。運営の根幹となる方針、胸のりの全部により抜粋、正しいの聖教は、以下の通りである。 夏季の経典を総称して、浄土三部行と呼ぶ。七構想の論尺詔書、龍樹作り、天神作り、鈍乱仙道、広志仙全道仙、玄神仙、玄空、法年仙。以下の書籍、小則、手紙は、胸のりに定められる。正しいの聖教には含まれないが、新州大屋派の聖典である、新州聖典に収録され狂気などに用いられる。 えしんにゆえんかくにょありかくにょせいかくりゅうかんちょしゃふめい、げんしんげんくう、ほうねん。聖徳太子本派の教義は、中祖神蘭聖人が、仏説無量受刑に基づいて、けんじょうどしんじ類を戦んして、ひらけあらわした本願の名号をからだとする、王冠にえこうおしとする。と、むの理第八条に定める。2016年現在、 大谷徹明文首、第25代、法名、清志女、略継図出典、上記の基本方針に従い、主事の協計活動、社会活動、諸事業を展開している。運営は、中央と地方の組織により行われる。それぞれの組織は、以下に示す通り三権分立、宗務機関、行政府に、相当、立法機関、立法府に、相当、 司法機関、司法府に層の形態を取る。集会は、大谷派の最高議決機関であり、すべての予算、決算、条例案などを議決する。また、州務総長を指名する、文首が認証する。総議会と参議会の両議員で構成する。総議会には、参議会に対する、総議会の優越が、胸のりで定められている。総議会は、 各教区の僧侶から選出される議員65人以内で組織する。葬儀会にはその議長、副議長及び葬儀会で午選した者の合計10人の参与会員で組織する参与会が置かれている。参議会は各教区の門徒から選出される議員65人以内で組織する。参議会にはその議長、副議長及び 参議会で午選した者の,の合計10人の常務会員で組織する常務会が置かれている。内局は大谷派の衆務執行機関であり、集会により指名された衆務総長及び5人の三部で組織する。衆務総長は新州大谷派の教師の中から集会が指名し、文句尾がこれを認証する。この指名は、 他のすべての議案に先立って、これを行うとする。また、宗教法人たる新州大谷派の代表役員となる。サンツトムは、新州大谷派の教師の中から、修務総長が任命し、修務総長は、参務を罷免することができる。2015年現在の修務総長は、佐藤友行為、大垣教区第17組緑林寺住職。参務は、田島博士イコール。 石川県小松市、京州寺住職、木越渡るイコール、石川県河北市、光仙寺住職、富田康成イコール、愛知県稲沢市、明友寺住職、餅月恵子イコール、兵庫県洲本市、清吉仙寺市と、三島多毛イコール岐阜県高山市、新橋寺住職。内局の職務は以下の通りである。当参院は、 衆議に関する重要事項を審議し、及び、衆議に関する言説についての政費を判ずる。党治務む院は、党治務む10人以内で組織する。党治務は、公私及び、次公の中から、衆務総長が任命する。任期は4年。審問院は、大谷派の秩序を保持し、同派の規定による申し立て及び継承または、 紛争に関する事項並びに、僧侶の懲戒に関する事項について、観察、提訴及び審決を行う。審問員には、大谷派の教師の中から、葬議会の同意を得た者について、内局がこれを指名した審問委員長を一人置く。審問委員長は、文首が認証する。国内を三十の教区に分け、その下に四百二十の組に分ける。また、 海外に三つの海教区を設ける。地方の修務を運営するため、全国を教区に分け、各教区に教務所長を置き、教務省を設けている。教区の修務機関として、教務所長を委員長とする教区教研委員会を置く。教区の議決機関として、教区会と教区門徒会を置く。地方修務審査機関として、各組にて住職が午選した。 査察委員で構成される、分岐調停委員会を教区に設け、宗務上の分岐について、審査調停する。連区。また、全国を5つの連区に分け、国内各教区の広域的な連携を図り、各地域における文房、具教活動を一層推進することを目的として、連区制が定められている。会教を必要とする地に、会教区を設け、これに、 海峡監督を置き、海峡監督部を設けている。地域的変化はあるものの、下記の通りほぼ全国に、各教区、海峡区における教法の分身、先風の拠点として、国内に51寺院海外に2寺員が、別院として設置される。設立の経緯は、下記の通りである。別院は、教区、または、海峡区に所属する。別院に、 住職一人を置き、文首がこれに当たる。ただし、文首以外のものを住職とすることもできる。また、別院に、林番一人を置き、住職の職務を大手のひらし、宗教法人である別院の代表役員となる。別院に、院議会が置かれ、林番が選定した、院議会議員が置かれる。また、院議会に、常議員会が置かれ、院議会で、 陰議員の5選で選定される。教区を、組、ソに分け、普通人員、教会その他の所属団体を分属させている。ただし別院は、教区または、会教区の所属とする。組には、組長と数名の副組長を置く。組の修務機関として、組会で選出される組長を委員長とする、組協計委員会を置く。組の議決機関として、 組会と組門都会を置く新州大谷派不説の研究機関。2017年9月現在の教学研究所長は、楠木信夫、を北海道教学研究所元所長、北海道教区第17組幸福寺住職。ちなみに、本願寺派の教学研究調査機関の名称は、本願寺教学伝道研究所である。 新州協会センター、新蘭交流館2階、大谷ホールを会場として、東本願寺日曜公演や、新蘭交流館市民講座を開催している。所在地京都市下京区諏訪町通り6条下る、上柳町199新州協会センター、新蘭交流館2階。新州大谷派の研究交流施設。2017年現在の所長は、本田博之。 東京教区第一組本流寺住職。新蘭思想の解明。新蘭成人5名日の集いなどの開催。情報誌、アンジャリ、年2回観光。期間紙。新蘭仏教センター通信。年4回観光。研究誌、現代と新蘭、年2回観光を発行している。所在地東京都文京区湯島二丁目19-11。以下は、東本願寺出版。 新州大谷派修務所出版部発行の主な観光物である。連合会事務局、新州大谷派修務所教育部内、1965年、昭和40年、新州大谷派関係の学校連合会として結成される。2005年、平成17年11月20日、大谷ホールにて、新州大谷派学校連合会結成40周年。 記念フォーラムを開催する。新州大谷派が設立した学校法人、同州派関係の保育園、幼稚園、児童福祉施設は約500円あり、社団法人大谷保育協会に加盟している。協会事務局新州大谷派修務所教育部内、教育テーマ、共に生き共に育ち合う保育を実践しよう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。